平川クエストミニ始まりました。ちょっと今回スタジオじゃないんですよ。実は僕、今8月の21日からちょっとこうスペインの方に、来ておりまして、ちょっとスタジオの方で収録ができないので、今回このような形でちょっと平川クエストミニをお届けしたいと思います。こちらでもしっかりとコロナ対策もさせていただいて、撮影をしておりますのでご安心ください。で、今回ですね、まあちょっと何しようかすごい悩んだんですよ。それこそ時差ありますけど、ちょっとズームでつないでスペインと、まあ、スタジオで、中継をしようかなとか、なんか面白い動画撮ってちょっと特別番組風にしようかなとか、まあちょっといろいろ考えたんですけど、まあ結構50分って長いので、平川クエストという、ご存知の方もいらっしゃってくれてると思いますけども、平川クエスト、ね、YouTube 番組があるんですが、そちらの方で、すごくこう反響の多かった、まあ、動画、まあ、皆さんが面白おかしく見てくださった、動画を、まあ、平川チョイスで、選ばせていただきました。ちょっとそちらの動画を、まあ、今回こう平川クエストミニの、ね、こっちの番組の方でちょっと流させていただきたいなと思います。やっぱこう過去にはね、平クエで見たことのある動画になってる人もいると思うので、まあ、そういった方はね、まあ、再度ちょっとこう見方を変えてなんか楽しんでいただけたらなと思っております。はい、僕自身もね、毎回平川クエストミニもですけど、平川クエスト楽しみにいろいろ撮影させていただいて、まあ、本当に多くの方々に、まあご覧いただけて、いろんな反響をいただけてるので、ちょっと楽しんで、ね、今回このちょっとラジオ、ね、ラジオ TV ですけど、ちょっと今までと違った形で、今回再放送というか、放送をしていこうかなと思うので、まあ、ぜひ楽しんでみてください。で、僕はですね、ちょっとまだスペインの方にいるので、まあちょっとこうスタジオ収録ができないのはすごく残念ですけど、次回また9月の第4週目金曜日スタジオ行くぜ。はい、ではどうぞ。平川雅樹です。2021年、MSA は、YouTube 番組の方を始めることになりました。満を持して始まった YouTube チャンネル平川クエスト。この番組では主人公の平川が人生におけるさまざまなクエストに挑んでいく冒険型番組である。ちょっとゲストの方をちょっと早速お呼びしたいと思います。栗本選手、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。栗本弘樹選手は、普段こうアメリカのプロサッカーリーグの方でプレーをされていて、今向こうがオフシーズンなので、一時的に帰国しているということだったので遊びに来てくれました。栗本弘樹選手、愛知県出身。2019年よりアメリカのプロリーグコロラドスプリングススイッチバックス FC でプレー。迎える今年新チームに移籍決定。あ、どうなの、アメリカと日本 の, この気候的な、気候ですか。住んでる場所が、標高1700m。コロラドスプリングスでしょ。はい、コロラドスプリングスに住んでたので、だいぶ酸素が薄くて、もっと日本とのプレーの違いとかを聞けばいいのに。今回視聴者の皆様にとっておきのプレゼントが、 J ネットストア様というジュニアサプリメントの、会社様がありまして、今回このトータルアップという商品をですね、ご提供いただいております。今回ですね、このトータルアップをですね、抽選にはなってしまうんですけども、応募するチャンスがありますので、まあ、ぜひ最後の方までご視聴ください。ではじゃあ早速、じゃあ会場の方に行ってみますか、はい、行きますか、はい、せーの、
ちょっと10メートルですね。あんまり移動してないけど、まあちょっとやってみたかったからね。そうですね、はい。で、とりあえず着いたけど、まあ誰もいないし、ちょっと映像制作会社もちょっとまだ来てないんだよ。誰もいないですよね。誰もいない、本当に静かな感じなんだけど、ただちょっとね、家のポストにこんなの入ってたのよ。はい、挑戦状。挑戦状。平川の元に届いた謎の挑戦状。中には何が？17時に行きます。にゃーアニマル軍団。アニマル軍団からの挑戦状が届いてます。すんごい軽い感じで一応動ける。大丈夫？一応、はい、準備はしていました。あ、本当？はい、俺も一応準備はしてるから、はい、ちょっと17時まで待ってみます。時刻は17時。いつもと変わらぬ MSA の練習が始まった。すると何やら会場の外で不穏な空気が。動物界の中で最も位の高い9名の戦士、その名も獣柱。猫の子一の影。猫柱、それは誰よりも早く舞い夜を切り裂くも。象の呼吸二の形。象柱、それは誰よりも強く大きいも。ガマの呼吸三の方。ガマ柱、それは誰よりも丸い眼光を持ち全てを捉えるもの。トラの呼吸四の方。トラ柱、それは誰よりも早く獲物を狩るもの。鳥の呼吸五の方。鳥柱、それは誰よりも高く飛び羽ばたくもの。赤の呼吸六の方。炎柱、それは誰よりも熱く声援を送るもの。笹の呼吸七の方。笹柱、それは誰よりも冷静に判断し自然を愛すも。氷柱、それは誰よりも激しく怒りにとどろくもの。犬の呼吸九の方。犬柱、それは誰よりも熱く誇り高き魂を持つも。おい、MSA、本当の恐怖を味わらせてやるぞ。見とけ。アニマル軍団、ここに集結。ちょっとムカつくな。ごもっとも。犬がちゃんの。皆さん、こんにちは。じゃあ。犬たち、うまいって聞いたけど。パパがうまいって？あんまもっともっと声張って。もっと声張って。パパがうまいらしいな。あんま。あんまなんだ。あんま。でも結構話してる。君たちの顔すもいいのかい？あ、いいよ。いいよ。メガネしてるやつには絶対負けない。メガネしてるやつには負けない。そうか。ベロ出してる一人だけとさ、誰だろうと思ってるけど、あなたですかって。俺か。みんな長すぎですよ。よし、それで。ここは先生どうぞ。わかるね。超お決めよ。舐められっぱなしのアニマル軍団、意地を見せることができるのか。
ここで世紀の対決が実現。 MSA VS アニマル軍団フットサル対決。今回は MSA 特別ルールを採用。両チーム6人対6人で行う。ゴールキーパーはなし。クロスバーとゴールポストにボールを当てれば1点。しかしピンクのバランスボールに当ててしまうとマイナス1点となる。どっち勝つと思う？絶対こっちでしょ。本当？こっち？一方アニマル軍団は緊張の面持ち。小学生とアニマル軍団、異色の戦いの火蓋が今切って落とされる。小学生相手に防戦一方のアニマル軍団。譲り合い精神。開始1分半。いやー、見事なパスカットから右足でシュート。MSA チームあっさり先制。いいよ。ポストを当てるの難しいね。ポストを決めたら今のうちだぞ。やばい。小学生とは思えない足技に翻弄されっぱなしのアニマル軍団。練習でやってきてることやってごらん、みんな練習でやってること。視界の悪さから守ることしかできない。なかなかイメージ硬いから。硬いね、はい、そこが回しますね。がっちりがっちりブロックしてきてるね。そうですよ。動きがそもそも違うよね。するとここで平川がよからぬことを。空振りとかすげえかもしれないけどな。空振りとかすげえかもしれないけどな。ついにその時が訪れてしまう。中でもアヒルはチーム最悪の視界の狭さ。ついに恐れていたことが起きてしまう。
アヒルのファールで PK を献上。ポストに当てなきゃダメだよ、ポストに当てなきゃ。ピンクのバランスボールに当てたことで MSA チームマイナス1点。その後も攻撃のチャンスを探るも、アニマル軍団は特に見せ場なく前半終了。出ちゃってる出ちゃってる出ちゃってる。すでに戦意喪失状態のアニマル軍団。視界ない奴らバレてるね。あそこね、視界ゼロなんだよこれ。視界ないの？そこね、見えないんだ。見えないの？うん。じゃあ下手でしょ。体力に不安を抱えたまま後半が始まった。開始早々、初めてのチャンスがアヒルから生まれる。後半、明らかに動きが良くなるアニマル軍団。なんかアニマル軍団が結構元気出てきたな。しかし、ここでまた MSA の猛威が。高速ドリブルからの強烈な右足シュート、 MSA が追加点を挙げる。ゴーゴーマサキ、ゴーゴーマサキ。ここでアニマル軍団にこの日最大のチャンスが訪れる。完璧なトラップだったけどね。痛かった、耳痛かった。パスなのかシュートか。こうなんちょっとアニマル応援したくなっちゃう。3-0。猪野社長は仲間を鼓舞することしかできない。しかし MSA は攻撃の手を緩めない。見事な右サイドの崩しから虎のミスを誘い、まさかのオウンゴール。
がっくりとうなだれるトラ。バンジーキュース。まずちょっと1点取り返してる。そうね。まず1点欲しいな。その言葉に奮起したのか、アニマルチーム反撃開始。右サイドを猛スピードで駆け上がったトラが強烈な左足シュート。執念で1点を取り返す。反撃ののろしが上がるかと思ったのもつかの間。異色の対決の行方は、大差で MSA チームの勝利。勝った俺たち、勝ちました。勝った。いいえ、ボロ負けです。やりましたね。寄せが早いね。寄せが早い。寄せが早い。どうだった？小島君さん。いやー、あったな。いや、意外に上がった。ごめんな。歯応えない。ありがとう、みんなうまいね、本当に。きっすい。ママだよ、ママ。ママ。ママ。最後は各種で健闘を称えるアニマル軍団だった。穏やかな時間が流れたのもつかの間、アニマル軍団に次なる試練が訪れ。めっちゃでかいじゃん。めっちゃ。大人じゃねえか、おい。ちょ、ついに真打ち MSA エリートチーム登場。連敗は何としても避けたいアニマル軍だ。今 MSA エリートチームとアニマル軍団の対決が始まった。試合早々、気合が裏目に出る。開始序盤で1点を失ってしまう。マイナス、マイナス。さすがはエリートチーム、圧倒的なスピードでアニマル軍団に襲いかかる。じゃあ、たま、いいよ。その後も攻撃の手を緩めることはないエリートチーム。特にこちらのサッカー留学経験のある小野玲君は別格。はい。でかっ！うまいよ。うまいな。普通にうまいな。うまいよ。怖いよ、将来が怖いよ。あっという間に3点差をつけられてしまう。そんな中、パンダは一人気を吐いていた。
うまいうまい。パンダなんかうまいじゃん。パンダちょいちょい出すんだよ。ちょいちょいもう。その後も一矢報いようとするも、この動物園元気ねえぞ。猫がサボる。猫がサボってばっかなんだよな、さっきから。事態はもはや目も当てられない状態になっていた。よく上野動物園のパンダこんな感じなのか。なんか中国返されちゃうよそれ。ガリガリパンダみたいになってる。ガリガリのパンダ。前半終了。ここで井野社長が動きに出る。俺には秘策がある。みんな聞いてくれ。回収入ってこい。無理だよな、俺たちは。無理だよな、戦えない。もう無理だよな、戦えない。俺も無理だ。回収手段出ていいか、みんな。お願いします。お願いします。最終手段出るぞ。すいません、力を貸してください。まるでセカチュウのような懇願ぶり。これぞコードの端っこで犬が叫ぶ。なんと大型補強の交渉成立。エリートチームは苦笑い。変身！変身！最強の助っ人を加え、運命の後半戦が始まった。開始早々、早速チャンスを迎える。猪之助が華麗な足技を披露したかと思えば、まずは猪之助さん。一方ベイビーも果敢に攻め上がっていく。その後も白熱した攻防戦が続く。やはり視界の悪さからなのか、連携が全く取れない。ずるいな、ずるいわ。ベビー年寄り。ベビー年寄りだからとか言われてるぞ。ベビー、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 ベビー
すると開始5分。簡単に右サイドを崩され失点。助っ人2人も困惑の色を隠せない。ニオスケさん明らかに苦戦してるよねあれ。ここでベイビーにも異変が。ベイビー何泣いてるの。アルパカ慰めてる、アルパカ慰めてる。集中が切れたのか、ここから大量失点を喫する。気づけば11点の大差がついていた。頭抱えてるやん、頭抱えちゃってるやん。ニオスケさん頭抱えちゃってるやん。あのね社長、これはね、あのマスクが良くない。無理だよね、うん、あの無理が出ます。無理ですよね。絶対無理です。何でも大丈夫、はい。はい、終わりました。疲れたね。疲れましたね。面かぶってサッカーやってない。いや、初めてですね。上の中汗だくだったけど、ね、だいぶ泣いてましたね。今年一泣いた。いや、早いっす。まあでも本当に今日ね、来てくれてありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。まあ、あのもうすぐね、多分アメリカの方に帰っちゃうと思うので、まあ、またぜひ遊び来てください。はい、ぜひ。向こうでの活躍も期待してますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でも本当にこう、すごい子供たちも楽しんでくれてましたし、まあ、周りに見て親御さんもすごくこうニコニコしてたので、まあ、今日はやってよかったなって、思いましたね。で今後、MSA は、アニマグループ軍団とともにですね、素晴らしい映像をいろんな企画をこう皆様にご提供、していきたいと思っておりますので、皆さん見ていただけたらと思っております。オープニングの方でも、ご説明をしましたけれども、今回ですね、なんとこの商品1年分を2名の方に抽選ですけどプレゼントします。1年分ですか。1年しかも2名に。いや1年、いやすごいな。いやこれ結構いい値段するよ。あ、そうなんですか。いい値段する。うん、応募方法の方なんですけども、まず、ぜひねこのチャンネル登録お願いします。で、まさきスポーツアカデミーの、各種 SNS が、ございますので、そちらの方をぜひフォローしていただいて、こちらですね、フォローしていただいて、その中から抽選で選ばせていただきます。まあ、ぜひ、サッカーのみならずいろんなこうアスリート、ジュニアアスリートをお持ちの方々、もういろんな方ぜひ見て応募してください。いや本当今日楽しかった。またぜひぜひ、面白い企画やっていきたいと思います。では今日はこれで終わります。バイバーイ。いかがでしたでしょうか。平川クエスト初回放送ということで、多少のグダグダはお許しください。これからも一緒に楽しく冒険できるような番組をお届けします。次回もお楽しみに。
こんにちは、久々の平川クエストです。今回ですね、ちょっとあのイベントに、参加させていただきまして、まあ、あの僕が指導をさせていただいているまさきスポーツアカデミーの、子供たちを連れて、まあ、ちょっとこう夏の、まあ、思い出作りではないですけど、まあ、そういったちょっとイベントに、参加させていただきました。まあ、いろいろちょっと J リーグの関係などもあるので、ちょっとこう撮影だったり、まあ、ちょっと難しい部分が、まあ、正直あったので、まあ、少し冒頭と、まあ、最後の部分に関しては、振り返りながらとコメントを取りたいなと思って今回撮影します。いや、本当すごい楽しかったです。あの本当楽しかったし、やっぱこう僕自身こう思い出のスタジアムだったので、やっぱあそこのピッチに立った瞬間はやっぱこうゾッとしましたね。あのすごくどんな思い出のあるスタジアムだったので、まあ、本当に子供たちとあそこのピッチにまたこう戻ってくることができて、まあ、本当に、感慨深いものがありましたし、まあ、YCC の社長の吉野さんだったり、まあ、あと他のスタッフも含めて、やっぱ現役でまだまだこうやられているスタッフ、選手、久々にこうお会いして、またこうお話しすることもできたので、すごく嬉しかったです、ね、あのこういう機会をいただけた、YCC の、まあ、吉野代表を含む、スタッフの皆様、そして、今回、僕の、招待を快く引き受けてくださった、横浜すみれ SC さん、鷺沼 SC さん、本当にありがとうございます。またこういうイベントはね、こうぜひやっていきたいなと思っておりますので、まあ、ぜひぜひまたいろいろコラボさせてください。で、今回はちょっと本編というか、まあ、そこの、イベントの動画に行く前にちょっと僕の話を少しさせてください。今ちょっと僕が着てるこれ、後々、後で、出てくる映像にでも僕こう着てるんですけど、実は僕、もう6年、今年6年目なんですけど、デフサッカー、デフフットサルって皆さんご存知ですか？耳の聞こえない方々の、サッカーとフットサルになるんですけど、実は僕そこのデフサッカー、デフフットサル日本代表応援チャリティー T シャツという、毎年、やっている企画があるんですけど、それの応援アンバサダーをやらせていただいてます。やっぱこう僕自身障害者スポーツ、まあ、僕障害者っていうくくりがそもそもあんまり僕は好きじゃないんですけど、やっぱこう生まれつきもしくは、まあ、事故や怪我などで、そういった障害を、まあ、負ってしまい、でもやっぱこうスポーツを楽しむっていうのはもうみんなにある権利なので、やっぱそこを僕はこう障害があるからとか障害がないからとか、なんかそういう区別は僕したくなくて、やっぱそこはもう平等に、本当にこういろんなスポーツありますけど、やっぱこう一つの同じルールをもとに、まあ、みんなが楽しめる、まあ、そういう環境を作りたいなと思って、さまざまな、活動をさせていただいてます。で、過去には、障害者の方々と一緒に、まあ、まさきスポーツアカデミーの選手と、合同でイベントをやったりだとか、まあ、その他、いろんなそういうチャリティーイベントに参加させていただいたりだとか、本当にいろんな活動をさせていただいてるんですけど、まあ、今回これですね、今年のデザインがちょっと決まったのでちょっとご紹介させてください。これですね、デフサッカー、まあ、手話なんですけど、コンフィアンサ、コンフィアンサっていう、まあ、今回は言葉になってます。で、コンフィアンサっていうのは、まあ、こう信じるとか、信頼とかそういった、まあ、言葉になっていて、やっぱこういろんな思いを、まあ、僕らはデフサッカー、デフフットサルの日本代表選手たちにいろんな信頼をやっぱこう持って、応援したいですし、ね、それがやっぱ彼らのこうパワーになって、なんだろう、こう力を発揮してくれると僕は思っているので、やっぱこう信頼というこのコンフィアンサという言葉、僕はここすごく好きで、まあ、ぜひこのチャリティー T シャツ9月の30日までインターネットショップで販売をしております。で、こちらの売り上げの一部分がデフサッカーの応援資金に、変わっていきます。日本代表なのでやっぱ海外遠征だったり、まあ、国内合宿とかいろいろやっぱ費用を使うんですけど、まだまだやっぱお金の回らない、ね、事情現状もありますね、そういったところ、まあ、僕らのようなこういうイベントだったり、まあ、様々な方々のこうサポートを受けながら少しでも集中してサッカーフットサルを
彼らに頑張ってもらえる環境を作りたいなと思ってますので、まあ、ぜひ、これはもう誰にでもできる、応援の形になります。ぜひこの T シャツを着て、一緒にデフサッカーデフフットサル日本代表を応援してください。コンフィアンサ信頼です。ぜひ信頼という言葉をこう胸にね、かざして一緒に応援していきたいなと思ってるんでお願いします。そしたら、早速三沢球技場で行われたイベントを見ていきたいと思います。少しばかりですが、ちょっと写真等もね出してますので、まあ、お楽しみいただけたらなと思います。雰囲気だけでも伝われば幸いです。ではどうぞ。こんにちは、平川雅紀です。今日はですねすごい楽しいイベントを MSA で、ね、出場させていただけることになって、今回会場ここです、三沢球技場です。僕も昔 YSCC にいたので、まあ、ホームゲームはここで毎試合やらせていただいたんですけど、もうサッカー選手の、聖地と言われるようなこの会場で、まあ、今自分がね指導に関わっている子どもたちをこうプレーさせてあげることができるので、まあ、すごく、なんか感慨深いものがあります。で今日は、YSCC さんの、ご好意もあり YSCC 対、ギラバンツ北九州の、前座試合を、MSA と、あと僕が昔小学校の時ですね、所属していた、横浜すみれ SC という、チームをお呼びさせていただいて今回開催をさせていただけることになりました。で今回、まあ、ちょっと、まあ、恩返しというにはあれですけど、まあ、ちょっとこう横浜すみれ SC さんを、まあ、ご招待させていただいて、まあ、ちょっとこれなんですよ、このビブスをちょっと作らせていただきまして、まあ、MSA の会社である MSA グローバルマネージメントと MSA をスポンサーしてくださっている会社で株式会社エリアプロジェクトという会社があります。でそこの代表の小杉俊介ももともと横浜すみれ市出身なので、まあ、ちょっとすみれの選手に対して、まあ、ちょっとこうプレゼントを、まあ、今回用意させていただきました。こうやってこうまさきスポーツアカデミーこうやって入ってるんですけど、まあ、今回この横浜すみれ市さんにまあこういうビブスをプレゼントさせていただいて、まあ少しでもね夏の思い出作りになればいいなと思っております。ちょっとね中ではいろいろこう規律というか決まり事も多いので、まあちょっとこう撮影とかがね多分難しいと思うんで、まあ最初と最後、まあちょっと中はねなかなか映すことはできないと思いますが、しっかり楽しんでいきたいと思います。では行ってきます。面白かった。いやまあこれイベントの中のこうサッカーの話をじゃあちょっとさせていただくと、いや別にもう勝ち負けとかそういうのにこだわるような試合でもないので、やっぱ本当に子供たちの試合前のミーティングで伝えた言葉はやっぱとにかく楽しんでくれと。でやっぱこうプロの J リーガーたちが試合をやる前のグラウンドでできると、プレーができる、これほど楽しいことないじゃないですか、サッカーをやる選手にとって。なんでなんか僕はもう楽しんでほしかったなっていう。でしかもこう三沢というもう本当に芝の管理とかも最高なんですよ。本当に最高で、あのグラウンドでやっぱできるのは本当羨ましいなってね、やっぱ監督やりながら見てましたけど、でもやっぱとにかく楽しんでくれと。
で悲しい顔して戻ってくるなという一言だけ僕は選手に伝えて送り出しました。でやっぱ前半ね、どうしてもやっぱこう選抜チームなのでなかなか何ですかね、こう連携の部分とかやっぱこうね普段チームとして活動してる相手に対してなかなかうまくいかないことも多いと思うんですよ。まあ実際多かったんですけど、まあでもそれでねなんかこうすごいこう悲しそうな顔してハーフタイム戻ってきたんでちょっと約束がちげえぞ、今日の目的は何だと、まあそういうまあ喝の入れ方をして、まあ本当に楽しんでくれと、まあ、こういう時間って、ね、なかなか多いわけじゃないので本当楽しんで帰ってきてくれっていう本当に思いを伝えて、まあ、送り出したの で最後本当にみんな楽しそうに、ね戻ってきてくれたので僕はもう大満足でしたし、ね、その後に元チームメートだったり知ってるスタッフがいる、まあ、YCC の J リーグの試合を見て帰ることができたのでもう本当に僕個人的にはすごい充実した1日になりました。本当楽しかったですし、いや面白かったです。まあ本当にでもやっぱねこう MSA の子供たちがいてくれるから、まあ、僕もこういうイベントを作ることができるので本当に子供たちにも感謝ですし、その子供たちをいつも支えてくださってるお父様お母様にも本当に、感謝しております。まあ、引き続き、まさきスポーツアカデミーをよろしくお願いします。まだ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 でもないか、もうちょっと夏休みは続きますね。お体に気をつけて、暑いですけど楽しく、そして思い出に残るような、夏休みをお過ごしください。ありがとうございました。